昭和側起点高尾川周点昭和高尾高架橋。昭和高尾高架橋は、台湾昭和県から高尾市までの5つの県市にまたがる、台湾高速鉄道の鉄道橋で、全長約 157km の連続高架橋。台湾最長の橋梁であり、かつ、中華人民共和国の太陽混山特大橋に、抜かれる2010年までは、世界最長の長さだった。 昇華県院林市林、里の八景大地を貫く、八景山トンネル出口付近を起点とし、高尾市武区高くす里の鋼鉄左へ行き手前を終点とする。竣工時点では当時ギネスブックで道路橋として世界最長だった大のバーンナー高速道路および水上橋として世界最長だった米国のポンチャートレーンココーズウェイを抜いて事実上。 世界最長の橋となった。2010年以降は中華人民共和国の単葉、ン山特大橋に次ぐ、世界2位となった。なお、元橋が記載されていないギネスブックでは、天津特大橋及び伊奈伊賀特大橋がそれに次ぐ、扱いとなっている。このため、中大両国の報道では、米国 CNN の元橋を、世界2位、港玉。 沖大橋を6位とした報道を引用した台湾メディアと中国大陸側のメディアで温度差が見られる。2000年3月1日、または4月1日に6つの航空に分かれて着工された。航空の概略は下表の通り。2004年3月31日、台南県新英市で最後の橋桁が設置され、八景山トンネル南側出口付近から、 高市左 A までの 157.317km の高架橋が連結された。その後軌動工事とし運転を経て2007年1月5日の仮開業開始とともに開通した。耐震性能は緊急事態でも列車を安全停止でき、かつ想定される最大規模の地震による損傷でも修復可能なように設計され、橋梁は 断層活動によって引き起こされる壊滅的な被害でも回避できるよう建設されている。あらかじめ工場で組み立てておいた橋桁を現場で取り付け、既存桁上のトレーラーとクレームで1スパンずつ伸ばしていく回、SPLM 工法が多く採用され、後期短縮が図られた。一部の例外を除いて、標準的な橋桁一つあたりのサイズは、 同場からの深さ2.8から3.15メートル、幅13メートル、長さ30メートル、重量700トン。ありがとうございます。